伊丹産業株式会社は、兵庫県伊丹市に本社を置く、主にガス、石油の販売を行う企業である。創業者の北島正治が、1948年に、伊丹で食料工団による、米国輸送と保管倉庫業の請負いを発端として、主要食料の収穫と製粉業を軸に事業を開始。米国業者として、事業を開始したこともあり。 米のみならず燃料を扱うことができたことから木炭、加工炭などの固形燃料を経て1958年より LP ガスの販売を開始し生活エネルギー供給事業へと展開していく LP ガスの供給販売を軸にエネオス s 井出光興産の代理店として兵庫、大阪、京都、滋賀の各府県内におけるガソリンスタンドの経営、都市ガス事業や 同社の創業当初からの米国の集荷及び精米販売のほか、またソフトバンクの携帯電話の販売に加え、2011年からはボルボカーズの販売を柳瀬から譲り受け、輸入車販売に進出している。2010年にはデザイナーの佐藤柏がデザインした赤と白のカラーリングをベースにした取っ手やチャックのついた米袋に入った痛み米がグッドデザイン賞に選ばれている。 同社が本社を置く、兵庫県の UHF 局、3テレビで、テレビ CM が放送されている。なお放映されるテレビ CM は、同社の販売する、タミべいの CM が基本となっている。近年は、同社のウェブサイトで、CM が見られるようになっているため、テレビでの放送回数は減少している。また2000年から2002年頃まで、朝日放送で平日朝に放送されている。 おはよう朝日ですに、スポンサーとして参加していたこともある。また、2000年代後半から2011年度頃に、かけては、ユート t にも、情報ライブミヤネ屋の、用日別スポンサーの一社として15時台の、ローカルセール枠に提供していた。ラジオ CM も朝日放送ラジオなどで放送している。ありがとうございます。